大型の 3D プリンターが欲しかったので、トロンクシーというメーカーの X5SA という 3D プリンターを購入しました。この 3D プリンターは DIY キットなので、購入する前の方で不安を持っている方もいるかと思います。そこで DIY 未経験者の視点で、組み立て時に気をつけなくてはいけない点、そして付属品以外にこれは必要だなと思った工具などを紹介していきます。まずは簡単にこの 3D プリンターのご紹介です。 X5SA は DIY キットです。なのでハンダ付けが必要なもの以外はだいたいバラバラな状態で届きます。こんな感じです。印刷可能な範囲は 33×33×40cm です。大体の 3D プリンター、ここミリ表記で 330×330×400mm とか書かれています。この 3D プリンターもそうです。なんででしょう。お値段は現時点では 19,999 円。造形サイズだけ見ると最強の 3D プリンターだと思います。これと同じくらいの造形サイズとなると、別のメーカーで4万円は軽く超えてきます。安い 3D プリンターは DIY 方式のものが多く、自分で作る必要があるんですが、 X5SA はその中でも特殊なコア XY 方式というタイプで動いています。ゴムをこのように交差させてヘッドの部分を動かすという形です。この場合だと印刷される床の部分は動かないので、揺れが少なく、高さ方向に長いものを作る場合有利な形らしいです。付属の説明書には内容物と組み立て方法が書かれています。当たり前ですけどね。英語の説明書しかなかったんですが、日本語の説明書は見当たりませんでした。英語の説明書しかないんですが、日本語の説明書は見当たりませんでした。公式サイトにあるという話を聞いたので、探せば見つかるかもしれませんが、僕は諦めました。 USB の中にはジャパニーズインストレーションビデオというテキストファイルが入っていました。この中には YouTube のリンクが入っています。事前に入っていることは知っていたんですが、この中身はポラリスさんという YouTuber さんの X5SA 組み立て動画でした。実は買う前の検討時に何度もお世話になりました。ありがとうございます。概要欄に URL を貼っておきます。僕の購入したものでは足りないものはありませんでしたが、ネジなどが足りない場合があるそうです。ちなみに後で紹介しますが、ネジはめちゃくちゃ余りました。多分適当に入れてるんだと思います。では組み立て時の注意点という名の僕が戸惑った部分を紹介していきます。筐体フレームの向き、縦軸のフレーム向きを間違えてしまうと横長になってしまって、ヘッドを固定するフレームがガッバガバになってしまいます。僕は何も考えずねじ止めしてやってしまいました。手戻りがめんどくさかったです。ケーブルキャリアの取り付け、ケーブルキャリアというのはこのキャタピラのようにケーブルを保護しているチェーンのことです。このケーブルキャリア、もともとこのような形なわけではなく、ネジで固定器具に固定してやる必要があるんですが、そのまま無理やりやろうとするとケーブルが邪魔してネジがうまく入りません。僕の場合はキャリアの固定部分を外してケーブルとの間隔を空けて固定させました。キャリアの外し方は固定部分をマイナスドライバーなどで押してグリグリねじって外すだけなんですが、これがめちゃくちゃ硬かったです。固定部分に傷をつけてしまいました。ヘッドの部分にも固定用のネジがついている部分がありますが、こちらは僕の場合なぜか反対向きについていたので取り付けられませんでした。まあただこれはキャリア側の固定部分を反対にして付け直すだけで全く問題はありません。まあめっちゃ硬かったですけどね。僕の X5SA では大丈夫でしたが、キャリア部分が緩く、ヘッドを動かすためのゴム部分に当たるというケースがあるようです。キャリアの 3D モデルはシンギバースに公開されていたりするので、それを印刷してやったらいいと思いますが、それを印刷するまではどうにかして持ち上げておかなくてはいけない場合があります。まあ購入するのも一つの手だとは思います。印刷する場所、ベッドの取り付け、これは僕の勘違いがあったんですが、ベッドは上に乗せて固定するものだと思ってました。下から固定するようです。知らなかった。
これを上からつけてしまうと造形範囲がちょっとだけ小さくなるような気がします。またこのベッドを Z 軸縦方向に動かすこの部分、これは筐体に触れないように少し浮かすようにしないといけません。一人ではこれがめちゃくちゃ大変です。公式の説明だと筐体上部のフレームから 3mm 下げろと書いてあります。一人でもまあできないことはなかったですが、結構難しいです。で、組み立てはだいたい付属品でこと足りたわけですが、これはないと困るなというものがありました。ラジオペンチとモンキーレンチです。ラジオペンチはケーブルキャリアへのネジ固定の際に小さめのものがないと無理じゃないかと思いました。指の入りにくい部分や小さすぎるナットの固定に使えます。あとこれは組み立てとしての使い道ではないですが、少し垂れてきたフィラメントをノズルから外したい時とかに重宝します。ノズル穴が傷つくと大変なので傷つけないように注意が必要です。まあそれだけのためだったらピンセットとかの方がいいかもしれません。モンキーレンチ、こちらもナットを掴むのに必要なんですが、僕の場合はベッド下のバネがある部分、この中ネジとナットで固定されてるんですが、このナット何かの間違いじゃなければ付属品のレンチでは回せません。どうなってんだ。この部分は精度的にも重要だと思うので、モンキーレンチなどできちんと強めに締めてやった方がいいでしょう。まあこれら2つは別に持ってて損のあるようなものじゃないので、安いやつでいいので買っておくと便利です。最後におまけ、余ったネジや付属品たちです。まあこの余った部品たちはこちら側のミスとかではなく、改造するときに使えとかそういう感じだと思います。適当に入れてるだけやろとか言っちゃダメなことです。まあ機会があったら有効活用してやろうと思っています。この動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録などはお任せいたします。次回はこの 3D プリンターを買うときに迷った 3D プリンターなどの紹介とかをしていきたいと思ってます。ではまた。